あ、いいと思います。いや、これ僕のなんですよ。で、こっちでそのイエルさんのスプリームなんですけども、なんとちょっとこっちも正規品かと思ってたんですけど、なんかちょっと違うぞという、些細なことなんですけど、この E スプリームの頭文字の E、よく見てください。これなんか分かりづらいんですか。ちょっとこの E がなんかちょっとこっちの方はちょっと下向きになってるんですよ。こっちはなんかグイッて上向きみたいな、角度が全然違うんですよ。同じ E なんです、うん、レッドタグなんですけど、まあ、スプリーム商品っていうのはこのレッドタグが本当有名なんですけど、全然違うよね、この全然違い、なんか大きい、大きいこの胸に当たるところなんですけど、胸に当たる、うん、硬さが全然違うよ、ね、全然違う、なんかこっち硬いんですよ、硬い、こっち柔らかい、なんか崩れてるね。そうなんですよ、優しさがあるね。そうなんですよ。ちょっと止めるところ似とるけど、こっち偽物だけど、偽物よくまあそれだったけど、なんかこっちの方がちょっとやっぱ荒いね。細かいとこがなんかちょっと荒いわ、細かいとこ。広い、広いな、確かに広いぞ、これ広いな、全然やっぱ違うな、こういうここも文字が、文字の違う曲がっとるで、これ全然ちゃう、こういうように作られてるね。パッと聞かないよね。本当に自分も本当にスプリームだと今まで疑わなかったんですけど、ちなみにあのこの出所は、出所ですか。まあもらいました。いや今まで本物と思ってそうなんです、本物本物と思ってたんですけどどういうことや。ちょっとね、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。